です。今回はこちら、コウキさんのバイクが納車になりました。はい、ということでコウキさんのバイク、こちらはヤマハ R25 の2018年モデルだとコウキさんが言っていました。多分2018年モデルじゃないかっていうことでした。色味は青色です。私が乗ってるジクサーに比べると深い青色で、私の感覚だと青にちょっと紫がこう混ざった濃い色なのかなっていう感じの色味をしてます。あ、最終的に2人とも青系の色のバイクになりました。コウキさんのバイクなんですが、トイズカーさんでオークションなんですが、こちらをお願いして買いました。写真は見せてもらってたんですけど、やっぱり実物は違います。かっこよさが倍以上です。で、今回はコウキさんに許可をいただいているので、私一度だけまたがせてもらったんですけど、エンジンとかかけさせてもらって、メーターもどんな感じなのかを体験させてもらおうと思います。周りをちょっと見てみましょう。サイドから見るとこんな感じです。個人的にはここから見るのがかっこよくて好きだなと思います。で、私が今乗っているジクサー SF250 もなんですが、ホイールのところも同じく青色のカラーが入っていて、そこもかっこいいです。正面から見るとこんな感じです。奥にジクサー今止めてるんですが、やっぱりジクサーの方が水色っぽくて、 R25 のこちらの色が濃い青な印象ですよね。顔です。ここがね、かっこいいなって思います。2つ目になってます。で、ヤマハのステッカーかな、貼ってあるのと、マークでいうとここにタンクの脇にヤマハのマークがあったりとか、あとは後ろにもヤマハマークが入ってます。ここも銀色かっこいいです。逆サイドも見てみましょう。こちら逆サイド後ろ側です。ここバイクってかっこいいですよね。そして R25、今気づきました。あれ、ここ下にもヤマハって書いてるんだ。それではエンジンかけてみようと思います。これエンジンのメーターなんですけど、やっぱり違いますね。それでは鍵回してみましょう。これでつくよね、きっと。おー、つき方が全然違う。ちょっともう一回やりたい。なんか動きましたよね今。行きます、回します。うわ、メーターも一回上がるんだ。で、今あのニュートラルなんで、ここ N マークがついています。ライトつけると多分ここに、あれ、ウィンカーのマークとか出るんじゃないかなと思うんだけど、ここにつきますね。ほら、ウィンカー。へー、やっぱりジクサーに慣れてるから違うなっていう印象になっちゃいますが、これはかっこいい。半分デジタルで半分アナログメーターみたいになってるんですね。ではちょっとエンジンかけさせてもらおうと思います。私のやつだ、あ、ジクサーだと1回押せばいいんですけど、多分これちょっと長めに押してかかるまでと思うのでやってみます。おー、かかった。こんな感じの音です。ちょっとひねってもいいかな。わ、かっこいい。音がやっぱり違います。自分のバイクだとセル押すの1回だけでこうぐるぐるぐるってなってくれるので1回だけなんですけど、それのかけ方も
違うし、音もやっぱり違います。すごくかっこいい。え、ちょっとまたいできます。高さ、シートの高さも私のジクサーよりもちょっとね低めな感じだなって最初乗った時思ったんですけど、どんな感じか見ようと思います。邪魔します。わっ、ちょっと低い。ジクサーの方が多分車高っていうんですか、シートが高い位置にあると思います。こっち側に今あのスタンドついてますけど余裕がある。え、ちょっと立ててみます。よいしょ。あ、だってこれだけつきますもん、ほら余裕。あのジクサーこうなんですよこんな感じになってるんですけど、こっちの方が低くてちょっと安定してるかもしれない。なんかそんな感じがします。すごい。あ、でも大きさって言っていいですかね、ここからの距離も違います。あ、ハンドルもちょっとなんかハの字になってる感じがするかもしれない。よいしょ。これ下ろすときがねちょっとまだ怖いです。いいかな。あ、大丈夫そう。私が乗るとこうなるよ。こんな感じです。すごい、こんなに違うんですね。こう曲げて今止めてるんですけど、ここのこの角度もやっぱり違います。わ、かっこいいな。当たり前ですけどタンクも形が違うのってシュッてスマートになってるから、ヤマハのバイクの形だと足が見える。あのジクサーだとちょっとタンクのところの下に足が入るから若干でかぶるんですけど、そこも違いました。びっくりしました。え、これタンクの形だいぶ違いますよ。こんな感じです。ここがねシュッてなってます。脇から見てもここがシュッてなっていて、形もちょっとひし形みたいな印象になってますね。あとここも違いますね。全部銀になってる。こう車体を見ると黒があって、であのカウル青色で銀ってすごく目立つから、ここ一部見てもやっぱりかっこいいなって思っちゃいます。あの自分が乗ってるバイクと比べると違うのが分かって、そういう違いを見つけるのも面白いですね。楽しいここですね。これかっこいい。じゃあ触っちゃったから後で拭いておきます。ここも全然違いますね。長さも違うし色もこっちは入っているから印象が違う感じです。早く2人でお出かけ、また晴れた日にね、できたらいいなって思います。はい、ということで、今回はコードさんのバイクが納車になったので、新しくうちに来たこちらのヤマハ R25、多分2018年モデルを動画にしてみました。吹かさせてもらったりとか、メーター周りとか見せてもらったんですが、一番最初に自分のジクサーが、最初に自分のジクサーが納車された時よりもちょっとバイクの扱いには若干だけど慣れたかなって感じたので、これからまた楽しみが増えました。はい、晴れた日にたくさん、まあ、ちょっとずつだと思いますが乗るようにして、でまだ運転に慣れないとか行動でここがちょっと怖いっていうのが私はたくさんあるので、ちょっとずつ目標をつけて、乗りこなせられるように、早くバイクになれるように頑張りたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日
日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!